です。はい、お疲れ様。新岡浜。はい、あのすいませんけど、こんなとこでヘルメット被らないでください。なんで？恥ずかしい。そんなのじゃねえだろ。恥ずかしい。ビコハマ、ビコハマ。恥ずかしいんですけど。電気屋さんだもん。しかもめっちゃ見られてるから。新幹線なんか不具合あったから。横浜店へ。本当に塩が増えたばっかり。こっからレンタカー借りて30分ぐらい。朝現在9時46分ちょっと早めで、うん、お家に7時35はい、なのになんか出てきたの7時45分ぐらい。だからまさかの電車遅れて。何がいるんですか。何がいる。ネット予約しとったのにハーニアになっちゃって。ハーニアなんてないけど、キャンセルしたけどチケット買い直して。なんか案外案外みんな同じキルヘルメットかぶってると気づかんな。見られてるから、恥ずかしい。見られてるから。これ誰か塗り替えたとき気づいてみたら面白いな。そんな格好で声かけられるってことは俺の知名度もまだまだですね。ね、これからお頑張りましょう。後ろ過ぎてみる。じゃあ、出発おしんこ。え出発おしんこ。なんかこれしんちゃんとクレヨンしんちゃんがなんかいなかったっけ。出発おしんこはい、横浜店着きました。お疲れ。お願いします。いいよ、初めましてか。初めまして。はい、初めまして。よろしくお願いします。桜下です。横浜店もなんか調子いいみたいね。そうですね、はい。ちょこちょこ仕事も出て。はい。で、マスイチ店長今日何やってんの。今日は引き私の方に行って、うん、この後合流。はい、はい、店長とも合流しました。はい。今からどこぞ。施工が終わった現場を、うん、まあ、お客さんと一緒に観光検査といいますか。お客様も施主様もいらっしゃいます。いいね。はい。あ、みたいな。はい。お客さんの声聞けるんだ。お客さんの声も聞かせていただけるように、すごいす、はい、対応できたらと思いますので。そうですね。はい。ちょっとじゃあ行ってみましょうか。はい。はい。じゃあ列号。はい。列号。横浜店の、はい、職人さんも足場班もシーリング班も全然違うわけだもんな。塗り替え道場、愛知、三重、岐阜とは違う職人さんがやってるんだけど、はい、まあ、どれぐらいの仕上がりか。俺は足場しか見たことないもんで、施工完了見たことないんか。俺は多分見たことない。あ、そうだね。で、あとはその結局、うん、全然ガラッとイメージ変わったんで、ちょっとそれが伝えれないのが申し訳ないんですけど、写真でガラッとイメージ変わった。そのトイとかも本当はっていう写真は、はい、元の家今これ映ってますね、はい、これね、これが元の家でございます、はい、こんなに変わるんだっていう参考にもなると思います。まあ新人じゃねえかこれ。YouTube じゃなくてお前。まあ横浜店の PR 先取っちゃうぞお前。まあ横浜店の面白いことねえのか。面白いこと到着しました。あ、もう着いたの。おお、すごいじゃん。お客さんに声かけますか。ん、まだ。じゃあもうかけんでいい。もう帰るわ。すごいな、全部ブラックで。全部ブラックで。あ、綺麗だな、うちの仕事な。はい、あ、こんにちは。あの、塗り替え道場です。今からちょっとご一緒に、あの、完成後の状態の確認させていただいてもよろしいですか。あ、こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか、以上見てくれてるみたいで。こんにちは。ありがとうございます。あ、なんかその反応めっちゃ最高です。動画出ていいですか。大丈夫です。こんにちは、よろしくお願いします。有名人です。変な動画しか見てないですよね。どうですか、うちの仕事は。いやー、いいですね。やっぱりその時お願いする前に4社ぐらい、はい、内密取ってたんですけど、はい、まず値段の開きがすごいことと、はい、値段はうちが安かったんですか。一番安いところほどではないんですけど、はい、やってもらった仕事の内容からすると安いんじゃないかな。へぇ、はい、手錠もできた。僕、なんで手錠もできたの。捕まえられちゃうか。お二人がすごい細かくしてくれ。今日一日しゃべったんですけど、ちょっとなんか使えないなこいつ。今日自腹業者さんで何社かやってたんですけど、はい、ちょっとあの値段がまずその言ったら50万いきなり落としますとか。ああ、はい、ありますよね。どんどん信用できなくなって、はい、今買ったら高いまま決める。そうですね、相見つかかって予想が下げるのうちに下げますみたいなとこ多いですよね。それで50万ドーン下がった時に、はい、絶対やばいと思って。そうですよね。50万なんで削るんだろう。そうですよね、そんな感じですね。
これデザインは誰が考えたんですか？デザインは、あ、そうなんですか。奥様は何も、奥様の登場シーンはないですか？ここのダーク部分はもう妻がやっぱりこういう色で、はい、モブターンはやっぱここの色をつけるんです。あー、それはそのアースクみたいにレンジ系バーンってのったらいいんじゃないって、はい、3円って言われて、はい、このお二人にもありえんって言われて最初はもっと派手なオレンジだったんですか？ところで、はい、それいいかみたいな、はい、ちょっとあの夫婦喧嘩勃発しそうになった、勃発しそうになったんで、いやでもなんかそうね、揉める前に、で娘が仲良くするために手錠持っていたんじゃないですか夜は手錠して寝てくださいと二人で仲良く手錠してたまにだよ、夫婦ですかすごいな。でもあの本当見ていただいて、はい、ね、やっぱり良かったなと思って。おお、うん。で、のきてこれ何ですか？のきて結び色変えたんですか？変えましたね。最初だからあの一般的なのきての白だったんですけど、はい、で本当決まる前までは白で行こうとしてたんだよね。最終の打ち合わせの段階でお二人、はい、松井さんと勝田さんに来ていただいて、バッと見た時に。やっぱちょっと白だと浮くよねって話しちゃって、あ、これだけ濃い色持っていくと、うん、そうそうですね、はい、でじゃあもう任せるって、はい、最終的にはだからもう判断しきれない部分、はいはい、っていうのも細かく判断してくれたし、はい、それは本当助かったなっていう、あと本当ねあのすごい 細かくやってくれたなと思うのが、その、はい、その通り駐車場がいっぱいいっぱいなんで、はい、塗り替える時に駐車場に入れなきゃいけないんですよ。でそれはやんなきゃめんどくさいなと思ってたら、はい、徳田下さんの方が全部やってくれて、はい、あ、駐車場も段取りして、はい、しました、させていただきました。うわ、ありがたいな、たまに、はい、やらせていただきます。なんかうさんくさい営業ってちょっとちょっとめちゃうさんくさかったですよね。値段の割にはって言い方が多いのになってますけど、はい、あの買ってた値段以上のものはあったんじゃないかな。ああ、でもまあ本当にいいことに僕らも YouTube やっとって、うん、まあ、何ってやっぱお客さんもそうですけど、うん、職人さんもめっちゃやりたいやりたいって言ってくれてるんで、やっぱいい人が選べるって、やっぱ職人次第なんで。これはでもいいな。本当にそっちの軒天が一番ね、好きなんで、ね、ちょっと、奥様、いいんですか？いいです危ないです、車を気をつけてください。僕がなんか、圧かけたことで事故ったみたいな、跳ねられちゃったとか言って最初のあの反応が良かったんですけど、急に遠慮して、ちょっとあれじゃないですか僕はあの、僕は女性の方が好きなんで、あれですけどいやここなんですよね。あ、ここがかっこいいですね。ベランダの面の色と、はい、この木製の黒のところがしっかり、はい、コントラストが出てて、はい、まあ、いいなあ。ここはあれか、ここもデザイン違います。あ、でここはもうあえて黒にしたんですか？そうですね、そこはあえて黒にして、はい、あ、それはあなたの意見で、はい、奥様の、奥様の。いいんじゃないって言ったら、よくいいわけねえだろうって。マジですか今、あんな優しい感じ出してますけど。そうですね。これ、全国放送だな、ちょっと。いい奥さん、ブララ感みたいな感じですか。あんなじゃない。でも、実際じゃあ何点ですか、塗り替え道場は。僕の中では100点かな。あ、嬉しいですね。感もないし、はい、でやっぱり人の手が入るところだから、はい、ちょっとこれどうなんっていうところも、はい、言う前に何かないですかって言われて、はい、まあやんなくてもいいんだけど、ここがちょっと気になるっていうから、はい、当日でやってくれたりして、すごいだから、はい、あ、フォロー、はい、ちゃんとしてんなと思って。職人とはあんまり接触してないんですか？一回だけね、ペンキ屋さんでは乗り換えしていろいろ教えてくれたりだとか、はい、しっかりやってくれそうだなっていうのは。あ、いい職人になったんですか？うん、全然、職人大事ですもんね、やっぱ毎日入ることなんで、まあ、特にやっぱ合うじゃないですか、うん、営業ってまあ最初と最後じゃないけど、うん、まあ、こっちの、まあ、連絡はすると思うんですけど、うん、やっぱ職人って毎日ずっと張り付いてるもんで、そうそう、それがなんかちょっと不愛想っていうか、あれだとちょっとなんかムスッとされたりすると言いづらいじゃないですか。ちょっと車そこ止めてほしくないなとかも言いづらいし。全然なかったですね、そういうのは。あ、そうですか、うん、職人さんもすごい気さくな人だなって。あ、そうですか。なんかあんまり褒めてばっかりで、これ桜じゃねえかと思われちゃうんですよ、これあの奥様の反応といいなんかこれ桜じゃねえかと視聴者に疑われるじゃんねでもね、すごいなと思ったのが、その、はい、上の点、はい、なんていうの、
屋根か、はい、屋根がなんかうちアスファルトシングルで、はい、要はその水中じゃなきゃいけなくて、はい、で元々は玄関の色も変えようって言ってなんかシートを貼るっていう見積もりをお願いしたんですよ、はい、でそれがじゃあシート耐久性がないからじゃあやめようって言って10万ぐらい浮いて、はい、でじゃあその10万円分を屋根にいい鳥を使ってくれないかって相談したら、はい、油性だといいのはあるけど、はい、ムラが出ちゃうのとアスファルトシングル自体を傷めちゃうから、はい、絶対ダメって言って。あーなるほど。15本ぐらいこう攻防戦やって、はい、負けて、はい、もう10万余分に使いたいけど、うん、そう使わなくていいと。そうそんな営業じゃダメだよお前。ありがとうございますって言ってなんか出せ。いやもう予算あるんだから。なんかいいのねえのかよって言っとんのに、いやないと。一応まあメーカーさんにも確認取って、うん、ああ屋根でもうちょっと耐久力出る。まあ、言っても問題ないけど。見た目悪くするよっていうやつがあるので、うん、それだとまあ意味かなってないなと。あ会社によってはまあいいものでやってなってるので、うん、まあそれで取ってるところもあるかなと思いますけど。ああ、まあそれそうだよね。まあ言い方は悪いけど、はい、うちはだって成績であんまり追いかけてないんですよ。店舗全体の数字は見てますけど、はい、僕も十何年元世話とって最初は結構無愛っていうか強化性みたいなので個人数字にしとったんですけど、やっぱそうするとだんだんなってくるんですよね人間って。まあ言い方はいいですけど非常にこれは気に入っていい感じ。ありがとうございます。なんかめちゃめちゃ宣伝チックなこと言ってますけど、営業みたいな、営業みたいな、マジですか。ありがたいこと言ってくれすぎて、これ桜じゃねえかと思われるぞ。いやじゃああえて言うとしたら何かありますか。あえてじゃあもうそのまんまかな。だからここら辺にチラシやって、はい、私たちやった会社で。ああなるほど。まあこういう鉄板プレートみたいなの作っても面白いかもしれないな。そうそう、練り替え道場の認証みたいな。その代わり5000円引いてきちゃう。面白いんじゃない。もともとではもう YouTube で知ってて、そうです、まあいっぺん聞いてみるかみたいな。そうで最初だから、あやから YouTube かなみたいな。はい、やから系 YouTuber かこいつらみたいな。あでもまあ理にかなってるよね。ほら仕事の内容とかもやりますね。はい、一番信用できたのはあれかな、そこまで大々的にこう、はい、国ネットで、はい、放送してて、その社長さんも言ってたで、はい、はい、恥ずかしい、恥ずかしい部分もやってますよね。そうですね。出して仕事やってるところも出してるから、はいはい、まあ、今でもそういう時代かなと思うんですよね。まあ、やっぱいいとこだけじゃないの、みんなも分かっとるわけじゃないですか。そうですね、黒い部分じゃないですけど、やっぱ お金との戦いもあるもんで、どこも本当にもう僕ら素人からしたらいい加減なことされたもんあっという間にやらない。そうですね、うん、ね。じゃあお、またなんか持ってきた。何ですかそれ。何ですかそれ、教えてください。あ、スリュー自分で作ったんですか。マスクもめっちゃ可愛いマスクですね。鬼滅の刃のマスクじゃないだよね。ですよね。買ってもらったんですか、お母さんに。いいですね。え、あ、お父さんお母さんは買ってくれんか。やっぱり優しいのはジージバーバーですか。家どうですか、綺麗になりましたか。気に入ってますか。いい感じですか。ありがとうございます。じゃあこれからも塗り替え道場見てくれますか。はい、あ、ありがとうございます。あ、え、くれるんですか。いいの、本当にいいの、折ったのに自分でいいんですか。ありがとうございます。おじさんも今度何か持ってきます。ありがたい、好感度まで上げてもらって俺の。ありがとうございます、本当にありがとう。ありがとうございます、いろいろすいません。いや、こちらこそ本当にありがとうございます。桜じゃないんで。桜じゃないんで。視聴者さんが一番疑っとるんで、多分これおかしいぞって言って。はい、あ、じゃあ OK、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか他に気になることとかないですか。いやもう全然ないよね。僕一個気になったことあるんですけど、あのね、ついちゃってる。は、ね、何ですか。観光来た時も、はい、僕チェックしますってグループもあるんですよ、はい、で、ベタベタ付箋は付箋はするんですけど、はい、見てどこか分かんない。うち結構細かく、まあでもこれをやっていかんと職人がだんだん手も抜いていくのもあるしな。これぐらいはいいでしょうになってくるんで。ちょっとチラッと目に入って。ああ、これはいかんすね。これついちゃってるけど、まあこれ本当にチェックする範囲内なんで、これはちゃんとちょっとこれやらないといけない。これ直します。